ムアムワン。カミナです。アノマールドアムアム、本日のゲストヤダくんです。おー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 、いやー、ありがとうね。ありがとうございます。いや、もう念願のコラボ。いやいや、本当よ。だから俺らもテンション上がって、はい、おしゃれしてくれた。なんでみんな同じ肌着なの。そうだよ、先取りで、はい、こういうのがいい、はい、やっぱり今日だから3人衣装合わせた方がいい。まあ、肌着で合わせる人いないですけど。衣装、ステージ衣装。ステージ衣装。ステージ衣装。これ、平和衣装。公共委員会とかこれでいるから。セクシーです、はい、アムアムワールド。今日は中野さんとスリルをやらせていただきたいなと。知ってます、スリル、はい、ラビットで見た。あ、ありがとうございます。これはあの日曜チャップリンで見た。ああ、現場一緒だった。現場で見てくれた。YouTube で優勝。ああ、ちゃんと一番のファンの方だったんで。ありがとうございます。簡単にルール説明をさせていただきます。はい、この2つ箱を用意いたしました。どちらか片方に僕の自腹の1万円が入ってます。なるほど。ヤナンさんはどちらか片方の箱を選んで開けて1万円入ってたら1万円プレゼント、うん、ただし、外してしまった場合、はい、1万円もらえません。あ、はい、まあ、いいのね、それで。もちろんです。いいのね。どうします、でも 3人でやる感じでいいですか。はい、もちろん。そうです、ね、よろしいです。スリルはさすがにねえよ。ないですか、1万。いやいやいや、十分ないですか。3で割って、はい、まあ、1000円はなんか小道具とか2万回して、ちゃんと現実か、はい、その1万をかけて、まあ、セカンドスリル。セカンドスリル。人知れずスリルみたいな。あれかもしれないよ。なるほど、なるほど。それでは、ヤダンさん、はい、スリル、挑戦されますか。せーの、リタイアで、ということで、今週は以上となります。そうそうそう、ごめん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 、ごはい、ヤダンさん、スリル、挑戦されますか？挑戦します！ということで、今週は以上となります。なんでなんで挑戦すごいルールじゃなくて、もう来週になる終わるの挑戦できないやつ、これ。全然内容ないだろ。次週に持ち込む。山ないよ。やっちゃった方がいいじゃん。ありがとうございます。アムアムワールド。それでは、挑戦していただけるということで。もう入れてるんですね。もう、1万円が入ってます。入ってるね、どちらか片方に。何聞いてもいいし、うん、箱を振っても大丈夫ですか。はい、振っても大丈夫。はい、ちょっと待って。うん、振って。いやいや、バカバカ。どこ振ってんだよ。どこ振ってんだよ。振ってよ。首振っちゃってる。首振っちゃってる。こっち振らないと。いやいや、テレパシーで、イマジンのね、イマジンパワー使うで、振ってる方法わかんない。イマジン能力あるんだよ。ありがとうございます。なんも考えてないけど、完璧ボケにしてくれた。ありがとうございます。助かっております。はい、じゃあこちらの箱で。いや、待って待って待って、立ってくれ。こっちも振ってみて。
鮭じゃないんだよ。取れたての魚か。いや。いや。いやいや、いいじゃないけどさ、こっちが石持っちゃってるから。想像で想像です。想像です。やっぱ、想像です。いやいや、そこまでスピードをやらない。そうだ、本当にちゃんとやるぞ。話し合いましょう。しばらくやらないと。趣旨に沿ってないから。それテレビでやったら終わるからね。例えばカットで結局真面目にやったら使えるから、あとかぶせの3発目で終わったら、全員1個でいいから、1人ボケたらそれで終わりでいいから、なんで全員やんなきゃいけないの。え、もうどっちだと思うか。俺ね、こっち入ってる名手、名手能力やる、能力は投資的な、なんとなくこうぼんやり1万円が見える、すぐ見えた、あれこっち入ってるじゃん、こっちは、はい、見えてる、え、見えてる、入ってない、入ってない、入ってない、本当に見えてる。急に急に今日そういうのに行ったから、今すごい許せました。今なんか今日気づいてるから、今日ちょうどボケで見えてる、見えてる、外してたな、え、見えてた、ボケてた、ボケに気づいてなかったし、俺はこっちやと思う、こっちやと思うんですよ、イメージね、そう、イメージも大事だけど、僕になんか質問してもらっても全然大丈夫。マッスはさ、これ、はい、最初これ持った時に、はい、じゃあこちらでいいですかって言ったよね、言ったじゃん、まあ言ったね、うん、でそのかましってさ、本来なら入ってないからこれで済まそうっていう言い分だけど、逆に入ってたんだよ、うん、っていう、なんか逆張りね、ニュアンスに似てない、はいはいはい、っていう感覚がない、わかる、それはわかる、うん、だから俺こっちが怪しい、怪しいんだよ、うん、なるほど、ああ。あえて入ってる方にそれでいいですよねっていう、いう、はい、あのことをしそうな人でしょ、はい、彼スリル何回もやってるから、これぐらいお手の物なんだよ。その逆もありますけど、そうだ、いやいや、もうそれはもう持ってる、持ってる。じゃあ、あなた天気キャスターの中では、はい、木原さんと森田さん、どっち派。うわぁ、やっぱ世代なんで森田さんです。しかなんでえ、こっちは森田さん、森田さん、俺は今決めたの、これ木だから、なるほどなるほど、木原さんだったらこっち、森田さんだったらこっちみたいな、潜在的な、潜在的なもので木があるからね、バターの中で。じゃあ俺はこっち、本間はこっち、じゃあロングが持った方でいいと思う。あなたが1万円入れたのは、はい、この箱ですか。いいえ。あなたが1枚入れたのはこの箱ですか。はい。いや難しいな。舐めてるこいつ。こいつ、いや、舐めてるよ。これが同じ家だったら、家だったら差が生まれたんだけど、はいと家だったから。あー、今のはだいぶスリルは、今スリルあったね。でもね、でもね、これはいい家で、これ迷って入っていったじゃない、やっぱこっちが怪しいかも、うん、これは逆に、はい、今のハイはこっちじゃないハイに聞こえた。なぜ、あのいい家でこっちに、こっちに入ってたら、え、こっちに入ってますか、いい家、こっちに入ったら家で続けようとしたけど、あえてそのこっちにあるのをこっ、え、俺なん、おちょこんまんさい、こんがらがっちゃった、ついにこんがらがっちゃった。だから、いや、わかるわかる、だから、うん、俺はこっちをまず、あの、何の淀みもなく家って言った、はい、だからこっちが入ってたと仮定しよう、うん、で、家で乗り切った場合、こっちに対してのプレッシャーってそんなないはずなんだよ、うん、だからこっちはもう緊張感緩んでおざなりになるはずなんだよ、うん、だからこれ家でよかったらね、だとして、なるほど、でこっちに全集中した家、つまり何が言いたいんだか分かんない
お前らやっちゃう。惜しいところやった。なんとかゴール行きそうなんだけど、俺は気になっちゃうんだよ、これ。つまり、いいところで言ってた。そう。ここに入ってたら、いい家で、こっちもいい家になるはずなんだよ、ね。こっちが入ってないから、ここを家で乗り切った後、こっち聞かれた時に、どうしよう、なんて答えようって、これが入ってるばかりにそう思ったんだよ。わかる？なんか言ってることあるよね。わかるわかる。つまりね、ここに緊張を持ったんだよ、まっすぐね。で、ここに緊張があったら、ここどうでもよくなんだよ。でも、ここどうでもよくなんなかったってことは、やっぱこっちが本丸だと俺は思う。どう？木だよ、うん、俺もね、こっちに入ってたら、俺すんなり、はいって言ったと思うの。迷いが生じて、はいって言ったから、こっちに入ってんだっていう。騙そうとしたる、してる、はいだったわけよ。つまり、まあ、なぜ、こっちで、はいと言え、どっち言おうって、心の中で葛藤したかって言ったら、やっぱ入ってるからなんだよ。わかるよね？どう？なんかしと。目が可愛い。見た目の感想かよ。いや怖い。でもこうずっと観察されてるのがすごい嫌です、うんうん、今の聞きながらで目の動きとか見てるから中志がマッサ嘘をつきたくないから、まあ、こっちで緊張感が出たっていう急にこっちに緊張感が出た、はい、俺もこっちだと思う本番こっち、はい、俺もこっちに移します。俺はもう、はい、行きましょうか。中島さん見えてんだもんね。こうしてこっちでお願いします。3人ともこちらでよろしいですね。はい、はい、分けると持ってかれちゃうんですよ。はい、こちらでこちらで博士ロヤダンことでありがとうございます。いいですか、はい、こちらの木箱でファイナルスリル。ファイナルスリル。ファイナルスリルと言ってしまったら変えることができません。先に言ってもらえないでしょ。それはもう言っちゃったんだ、うん、今だったらまだ変えれます。変えれる。はい、いいよな。はい、変えてもいいです。今だったらこちらで、はい、ファイナルスリル。こちらでよろしいですね。はい。ファイファイファイってタイトルかよ。俺もファイナルスリルって言おうと思ったからファイになって。どっちなんだろう。ひどきになって。ファイ。いいんですね、こちらで。はい。はい、咲かせろ、やだ。やだ。なんなんだ、そう。これもアンサーで影山の言いたいんですけど。それでは。決まってしまいました。いきますよ。3。俺ね、こっち入ってる、見えてる。2。え、俺なちょっとお前でさ、気になっちゃった。1。つまり何が言ってるの。0。うおだいぶでも最後チャンスあげてたよね、はい、いいですかこっちで。あれスリル何回もこっちって変えるチャンスを、はい、すごいなあれ。そこが スリル味わうターンなんだ。あそこはスリルだね、はい、かなり。何度もこっちにチャンスあげるのは気持ちよかった。変えないでくれって思いありがとうございます。いやーありがとうございます、ということで、
またスーパースターネコライブよろしくお願いします。いや、そりゃそう。B チームのね、スーパースターネコライブでも加減が来てくれなくなっちゃってね。いやいや、スケジュールが来てくれないから。今度ルミネでね、はい、スーパースターネコライブやるってなったね。B チームっていう小さい劇場でやってて、それがルミネでスペシャルライブだから、はいはい、チケットの販売枚数聞いたら、この B チームの分がルミネに来てるだけで、あと俺の席だけ。やばいです。まずいまずい。はい、ルミネ前入れない。やばい。ちょっと待ってください。告知もしときましょう。はい、2月14、バレンタインデーに19時から、ルミネ座吉本で、すごいよ。スーパースターネコライブ。はい。やります、錦鯉さん、そうですね、はい、このチャンピオンもキングオブコントのチャンピオンも出ます、すごいよ、はい、ぜひ見に来てください。スーパースターネコライブよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。矢田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。銀ギラ銀の銀さんも出ます。